も歓声が漏れたところです。さあ今度は縦に抜けた、さあ右だ、右のシュートだ、入った、ゴール、先制は右のシュート、静岡学園の特徴です。久保山から折り返してゴール前、山村に合うか、鈴木のシュート決まった、ゴール、キーパーが1回ずつ出ました。そうですね、はい、まだチャンスは続く、あとゴール、シュート合うか、中央に戻して江原だ、シュート、シュート、ゴール、サイドバックの小野、右サイドを突破して先制、逆サイド詰めている、ボレーシュート、先制ゴール、山陽高校だ、まま6番の西川が放り込む、このボールヘッド、ゴール、これから世界へ羽ばたいていこうというサッカー観点です。さあまた国が攻める、ロングシュート決まった、ゴール、三浦の左足が火を吹きました、差がつきました、おっトラップしてシュートを打った、ゴール、素晴らしいシュートです。そして三浦、三浦を持っているドリブル、左足のシュート入った、